三鷹市で進められている100年の森のまちづくり。それは市全体をさまざまな緑地、里、樹木、農地を緑でつなぎ、緑あふれる街並みにする取り組みです。そこで今回は建築家の隈研吾さんをお迎えし、河村たかし三鷹市長と緑あふれる新しい三鷹市について存分に語っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新しい三鷹市、そのまちづくりのコンセプトとは。今回は都市デザインアドバイザーご就任、本当に引き受けていただきましてありがとうございます。あれから市の広報で、お願いしている姿を写真撮らせていただきましたが、ようやくそれで市民の方もですね、驚いて、すごいな、世界の建築家隈研吾先生に、三鷹市をアドバイザーを頼むのかということで反響がいろいろありました。私もいろいろ街づくりに関わってきましたけれども、実は都市のデザインといいますかね、景観といいますか、外側を含めてそれはどういう意味になっているのかというのは非常に市民の皆さんの意識にも関わる重要な問題だということを、ずっとこの間感じてます。私通常は単体の建築を設計しているので、例えばこの ICU の体育館とか単体の建築なんですけれども、実は市長が今言われたみたいに、まちづくりっていうのはですね、その哲学が背後になきゃいけない、強い哲学があれば町っていうのはですね、変えられるってことをこの三鷹で市民の方たちと一緒にそういうことが実践できたらなと思ってるんですね。ですから市長の100年の森っていう強い哲学をですね、私の方がその空間の言葉に翻訳して、それを市民の方たちに見せて、それで市民の方たちにですね、あ、こういうことだったんで100年の森はっていうふうにして、皆さんの中でこういう共有できるとですね、まちづくりのアドバイザーっていうのも非常にやってよかったなと思えるような仕事になるんじゃないかと思ってるんですね。ありがとうございます。三鷹の町は、東京の都心の、周辺の町として住宅都市として発展してきたんですけれども、そういう意味で建物がどんどん建て詰まってきてる、でこのままいくと三鷹の魅力である緑がどんどん、あるいは畑だとかそういうところがなくなってくる可能性がある、こう虫食い状でこうスプロール状でこう広がってきたんですけれども、でもそれは今それをマイナスとして捉えるよりも、今ここで留めて、その緑をもう一度復元するところも作っていく、そういうことが町にとっては必要だ。だから緑とか森というのがにぎわいとかにぎやかさと対立的なもんじゃなくて、共存できるっていうことを見せていきたい。おそらくですから100年経つと日本の気候から言ったら森になっちゃう、それは明治神宮の森とかそういうのも示してますが、人工的にできる、でもっと広げていけるし、それが実はにぎわいにつながっていくんだということを示したいなというふうに思っているんですよね。三鷹市の都市デザインアドバイザーに就任した隈研吾さん。隈さんがデザインする上でこだわっていることとは。今地球環境問題っていうのがもう世界中で最大の関心事、最大の課題になってるんですけれども、その時に縦詰まった都市をどうやって森に返していくか、どうやってそこに緑をこう絡めていくかっていうのの新しいデザインの手法とか、あるいは新しい法律の制度とか、そういうのが出てきたんですね。で、日本でも実は立体都市公園制度ですとか、そういう新しい制度がいろいろ出てきたので、これからですね、そういう可能性、道が開けてきた。タイミング的に三鷹がそういう課題を市長が考えられて、でそれに対して答えるためのいろいろな道具立て、デザインもそれから材料もそれから制度もちょうどいい形で出揃った時期に、こういうプロジェクトが始まったっていうのは、ある意味タイミングいいなと思うんですね。そういうのをタイミングを生かして、僕がそういういいアドバイスを三鷹に対してできれば、きっと三鷹っていうのはですね、ある意味でそういう新しいその緑の構想の、モデルを作れるんじゃないかなって、そういう可能性がある場所だなと感じてます。隈さんがこれまで手掛けてきた空間とは。人々が集う場とは、
どんな考え方で生まれたのでしょうか。この体育館ですね、はい、これだけの並木があるのでそこに対して大きくガラスで開いて、でなおかつ素材は木を使って、非常に新しい木の技術を使って作った建物なんですね。今ちょうど木を使ってその地球温暖化対策にもなるので、はい、っていうんで世界中が木の建築のある意味で大競争の時代になったんで、日本はですねもうそういう木の建築のこうリーダーになる、もうそれだけの伝統のある国なので、ぜひそういう競争の中で日本の存在をアピールしたいなと思うんですね。世界のいろんな町で関わった中でもですね、建築物を通じてその町の緑のネットワーク全体が強くなったみたいなプロジェクト、市民の方たちから喜ばれるんですよね。フランスのブザンソンという町のプロジェクトはですね、世界指揮者コンクールっていうのをやってる町で、小澤征爾が24歳で世界一にそこでなった文化都市なんですけども、町とそれから川が完全にこう離れちゃって、川がせっかくあるんだけど町と関係なくあるって感じだったのを、私が作ったその新しい文化センターは建物の真ん中に穴が開いて、こう建物の周りを回遊していくといつの間にか川に行くみたいな感じの、計画にしたんですね。その建物のコンテンツは、そういう文化センターなんですけど、皆さんが何を一番喜んだかって言って緑がのことを一番喜んでくれてるんですね。で緑で新しい散歩道ができたっていうのを喜んでくれて、なんかやっぱり皆さんどういうものがアピールするかっていうのを見てると、その部分が一番今の世界にはアピールするような気がしますね。アメリカではオレゴン州のポートランドって町の日本庭園に、新しい美術館を足したんですけども、そのオレゴンのポートランドってアメリカで今人気投票すると世界一番大体住みやすい、住みたい街になるんですね。でなんでかっていうと、公園が緑の公園がたくさんあって歩くところがたくさんあるっていうのが理由に上がってくるので、やっぱりそれがやっぱし今もう世界中で住みたい街の決め手かなって気がしますね。歩いて楽しい街っていうのは、これからの街の本当にキーコンセプトですよね。高齢者の方も子どもたちも含めて、やっぱり健康づくりでもね、もちろんあるけども、 それ自体、健康をつくるために歩くっていうのも、自然と歩きたくなる街っていうのはすごくいいことだと思いますね。これからの街が目指す姿、理想の街とはどのようなものなのでしょうか。森っていうものがですね、三鷹の森はそれぞれパワーがあるのを感じるんですよ。この ICU の森にしろ、もう貴重種がいっぱいいるような、もう日本にないようなキャンパスがあるし、東京天文台もこれも日本に他にないような特別な宝物だし、それぞれの緑にパワーがあるな、それぞれの森がちゃんとしたこうキャラクターを持ってるって、これがですねうまくつながってくると、東京近郊にないような新しいネットワーク、緑のネットワークがもう実際に体験できる場所になるんじゃないか。でその意味で駅前の場所ってすごく重要だと思うんですね。で駅前の場所っていうのはある種、僕はにぎわいすごく好きなんです。で立て詰まってるっていうけど、僕はにぎわい感っていうのは、あれと緑が一緒になればですね、こんな駅前今まで見たことないって駅前ができると思うので、ぜひそういう場所になってほしいですね。そうですね。もう本当に緑が中心になると、今先生おっしゃったような生態系の問題とかですね、環境全体の問題、二酸化炭素の問題も全部こうそれに関連していっぱいくっついてくる。従来はにぎわいと緑の問題は全く水と油だったんですよね。駅前の人たちに聞いても、自分の商店の前に樹木は置かないでくれ、植えないでくれって言われるぐらい、緑がいっぱいあるとイコール逃げ場がないという感じだったんだけど、やり方によって本当にそうじゃないっていうことを、その駅前の人たち自身も気がついてきて、子どもたちが安心して遊べる場所、それが子どもたちがいっぱい来れば保護者の人も来るし、おじいちゃんおばあちゃんも来る、で逃げ場ができる、でそういう場所をまず作ろうじゃないかみたいな話も勉強会の中で出てきてですね、私はそれをヒントとして、言葉として子どもの森っていうのを作ったんですけども、だからにぎわいと緑の問題っていうのは非常に近い関係にあるってことを、もう一度取り戻す必要があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そこで子どもの視点も面白いなと思うんですね。
森っていうのは子どもにとって安全な環境だっていうだけじゃなくて、子どもをいろんな意味で育ててくれる場所だっていうふうに思います。でいろいろな最近の研究でもですね、自然の近くで自然の中で遊んでた子どもがいかにいろんな意味で豊かな能力を身につけるかっていうふうなことが言われ始めていて、やはり緑とか森っていうのはですね、やはり子ども自身を大きくしてくれる存在なので、単なる安全安心以上のものがあると思うんですね。でそういうものが子どもの森が豊かな中で育っていくっていうのはですね、私としてもなんかこう新しい、それ自身が教育のなんか新しい提案でもあるなっていうふうに感じますね。まあ、森という言葉の中に、まあ、それを育てていくという意味でまさに成長という意味が、入っている。まさにそのみんなで育っていく森みたいな、そういうようなコンセプトに近いのと、三鷹市の100年の森構想、どんな町になっていくのでしょうか。いや100年の森っていう構想を出した時に、大方はファンタジーじゃないかっていう答えが多かったですよね。これからでも100年間とか50年間とかね、考えた時に、まあ、子供とか孫の世代ですよね、その時にどういう日本を残せるのか、三鷹を残せるのかっていうことを考えると、このままだと絶対行き詰まることは皆さん なんとなく感じてるはずなんですよね。今例えば三鷹の駅前でもマンションがいっぱいできてきてる、でやっぱりペンシルビルみたいなのが、ね、いっぱいできる。でその街がでも50年後100年後そのままであるはずがないわけなんで、やっぱり建て替わる、まあ、いろんな意味でこう変わらざるを得ないですよね。でその時にどういう方向で変わらなきゃいけないのかっていうことを示したつもりなんです。ですから具体的にはいろんな方策、まさにそういう意味では地球環境の問題で言っても変わらなきゃいけないわけですから、それをどういうふうに制度化するかっていうのは、まあ、今後の今いろいろな各論での課題があると思ってますが、でもまさにそれに一助になるはずだというふうに思っているので、まあ、皆さんもそういうふうに自分のところのビルが建て替えるときに、じゃあこうどういうふうにすべきなのかということをですね、個別のこう利益だけじゃなくて全体として価値を高めるためにどうするのかということがやっぱり必要だというふうに思っているので、まあ日本はまあこの100年間とも言わずともね、戦後だけで考えても焼け跡からここまで来たわけですから、大きく変わってるんですよ。もう想像がつかないぐらい当時の人から考えると、まあ今の日本はファンタジーだと思いますけれども、これから100年後もやっぱりそのファンタジーをどういうふうにこう具体化していくかっていうその夢をですね、やっぱり抱かないと変わらないなっていうふうに思ってるんです。ですからそういう意味でモデルスケールとしてちょうどいい大きさの街だと思ってるので、まあぜひ先生からまあそういういろんなご指摘を受けながら変えていきたいなというふうに思っているところです。そうですね、師匠言われたみたいに戦後まだ75年で、それで今その前の東京の、まあ、緑とかそのヒューマンスケールとかみんなその75年で一気に失われてしまって、今僕大きな折り返し点だと思うんですね。でその75年ってのはやっぱりなんかもう目の前のことで追われて走っていたら、一度間にか緑がなくなってたって75年なんで、やはりこれからの100年はもっと大きな目標を立てて森に返すっていう風な目標を立てて折り返さないとですね、やっぱ今までと同じにやってきたらダメだと思うんですね。やはりそういう何かこうビジョンがあって、でこの場所っていうのを具体的なモデルケースがあって、それがこう三鷹だっていうふうに私は感じたので、三鷹は面白くなりそうだなと思ってますね。ぜひぜひお願いします。いかがでしたか。三鷹市の100年の森のまちづくり、第2回もお楽しみに。